ギアードターボファンエンジン1、ファン2、減速機構ギアードターボファンエンジンとは、ジェットエンジンの一種。従来のターボファンエンジンの発展系であり、従来と異なるのは、ファンを減速して駆動するために、優勢歯車機構を採用する点である。ファンと低圧圧縮機の間に減速ギアボックスを挿入したスタイルを持つギアードターボファンの構造は、本質的には、 ターボプロップエンジンのプロペラをタービンと同軸のダクテッドファンとしたものである。そのため、ターボファンエンジンとターボプロップエンジンの接中、あるいは、両者の中間的な性質を持つ形式であると言える。ターボファンエンジンの構造ファンの軸に減速機構がない、一般にターボファンエンジンは、ファンの直径をより大きくする、すなわち、バイパス比を大きくすることで燃費を改善することが、 できる。バイパス比を大きくすることは、すなわち、ファンと低圧タービンの直径の比が増えることを意味するが、ファンの回転数を変更せずに極端に体系化すると、ファンブレードの先端収束が音速に達してしまい、増波効力によって極めて大きな損失を生じてしまう。一方、従来のターボファンエンジンにおいては、ファンと直結している。 低圧圧縮機及び低圧タービンは回転数をある程度より下げると圧縮効率が著しく低下してしまう。従ってファンの回転数を下げるにも限界があった。仮にファンブレードを最適な速度で回転させようとすると低圧圧縮機と低圧タービンの回転数を落とさなければならない。回転数を落としたことで低下した。 圧縮効率をカバーしつつファン及び低圧圧縮機を駆動するのに必要なエネルギーを取り出そうとすると低圧タービンの段数を増やさなければならない。ここで優勢歯車による減速機構を導入して低圧圧縮機軸とファン軸の間のギア比を変えればファンと低圧タービンの両方を最適な回転数で運転可能になるというのが ギアードターボファンエンジンの基本的なコンセプトである。ファンと低圧圧縮機をそれぞれ高効率な回転数で運転できるため、低圧圧縮機と低圧タービンの段数、ひいては部品点数及び重量を減らすことができる。また、体型ファンを低速回転させ、高バイパス比にすることで、燃費向上と大幅な騒音低減を両立することが可能である。事実。 ギアードターボファンを搭載した BAE-146 は当時はもちろん現在においてもジェット機としては世界で最も静粛な民間航空機の一つでありロンドン都心に近いロンドンシティ空港で活躍している騒音低減効果の大部分はファンの抑端速度の抑制によるものである従来のターボファンでは その特性上ファンの翼端速度は音速を超えない程度にしか抑えられなかったのに対し、ギアードターボファンでは低圧圧縮機の圧縮効率を高く保ったままでファンの翼端速度を音速より十分低く抑えられるためファン翼端の風切り音が激減するからである。一方、エネルギーの一部は歯車機構の伝達損失により熱として失われる。また、 タービンと圧縮機の段数削減による重量減、製造費用減、信頼性向上は原則歯車機構の追加で搭載される。ボンバルディアチャレンジャー600に搭載されたアルフ5 0にギアードターボファン。ありがとうございます。